で全身を回していくというのが非常に重要で、足全体を使って皆さんこんばんは、体ゴルフ原田修一です。今日のテーマは動的なスイング。やはりボールは止まっているということで言えば、どうしても止まっているボールを叩きに行くというのは体が緊張してしまう。そうではなくて、こう止まっているのではなくて動いているというか、ね、動的な形、動いている体の使い方というものがゴルフスイングの中で一番安定している。動的な動きを手に入れながら、きっちりとボールを芯で捉える、そんなテクニックを、レッスンしていきたいなと思います。このチャンネルでは私と20数年のレッスン活動から得た経験、知識、それを全て解放している、公開しているチャンネルでございます。もし興味のある方はぜひともチャンネル登録していただければ幸いです。それではレッスンの方に入ります。どうぞ。動的なスイングというね、お話ですけれども、体が止まってしまうというのがなかなかゴルフでは難しいところ。ただ止まっているというよりは動いているという状態、このようにですね、動いているところでボールを打つ。どうしても体がガチガチに固まってしまうとなかなかいい動きではできないんですね。ですから割とこう足踏みとか、この足が動いているその間に手がこういうふうに動くと、歩いているような感覚でボールを打つというのがまず分かりやすいという感覚ですね。このようにボールを歩きながら一歩踏んで、もう一歩踏んだ時に当てる、この足裏から感じ取るリズム感でボールを打っていくというふうな感覚をまず、持っていくと、タイミング、リズム等を意識することができます。このようにボールを2個置いて歩きながら打って、もう一歩前に踏んでこう打っていくと、このように2球連続で打ってみたりとか、まあそれをイメージするのに大切なのはこのインパクトバックというね、これを叩く練習がいいですね。このように連続で3回、まあ叩くのは手じゃなくて体幹、体幹をこう揺らすようなイメージを3回イメージしてください。このようにこれ手を叩いてるんではなくて、こう体幹を左右に揺らしていると、まあ、下腹部から、ちょうど胸のあたりまでの動き、この手だけで打ってるのではなくて、こう体をガチガチにしないで、全身を使って体を、揺らしているような、そうすることでクラブヘッドが走っていくような動きになりますね。ですから手を振っているのではなくて、この体幹を使う、まあ、こういうので3回こう揺らして打つというね、まあ、いわゆるワッグルのようなイメージで1回2回叩いて3回まで打つというね、インパクトバックを2回叩いているようなイメージで打つ。このように手で叩きに行ってしまうとなかなかうまくいかない。叩くというよりはこう体幹を揺らすというようなイメージ、そうすれば勝手にヘッドが、まあ、実際に叩いている状態になるんですね。1、2、3回目で打つと、ゴルフ特有の体を止めて打つという、その動きになって小さいボールをね、下にあるボールを打つということで考えると、どうしても体が緊張しやすいので、このように体をリラックスする状態、これでボールを打つことで今まで得られなかった感覚っていうのを養うことができます。このように手だけでやらない、体幹を少し揺らしながら、そしてシャフトが少ししなる、ちょっと遅れてくる感じですね。この動きでためというものを理解するということですね。まあ、どうしてもやはりクラブを止まっているボールを打とうとすると、体を止めてですね、体を硬直、緊張させて手で上げると、足腰しっかり力入れてっていうね、方が多いんですけども、割と足腰の力を抜いて、まあ、膝、足全体を使う練習で全身を回していくというのがね、非常に重要で、ちょうどこう足全体を使ってこのように足と手がバラバラに動く感覚というのは非常に大切。クラブヘッドは動かないのに足がこう竹串で回しているように、背骨が回るように、そうすると体重移動というものができる、まあ、ちょっと遅らせる感覚ですね。クラブヘッドを遅らせて、そして全身を体を回していくような感覚が非常に大切で、どうしてもねこう上で緊張するというか、捻転でね体がこう一瞬タイトにこう硬くなるって感覚はあってもいいんですけれども、アドレスの時からも硬くなっちゃう方が非常に多いので、練習法はね、足全部を回してください。足も動かして、そしてここで捻転差を作る、テイクバックで捻転差を作らないで、ここは捻転差はない、ここで捻転差を作る感じですね。そうすることで足と腰とのまずバランスとしては、ここで捻転を作るとどうしても足がね
力が入ってしまって体が捻転されない。ここは柔らかく一緒に動いて、切り返しのところで一瞬少し足と腰の差を作る。そうすることでこのようにスピードが生まれます。スタートから力みを作るというね、力んでしまう方が非常に多いので、ここは楽に、ここら辺から体が少しタイトになっていく。そうするとヘッドスピードを出して体を動かしながらスイングする、そんなことができる。まあ、ほんとこう柔らかく力を入れないでスイングしていくっていう感覚になります。で、最後に捻転差の作り方ということなんですけれども、まあ捻転差といってもね、まあ、どのぐらいの捻転差かっていうと、まあ、そんなに捻転っていうのはね、体と、上半身と下半身に差を作りすぎてもいけない。割と上半身と下半身の差っていうのはね、ないというか、全体が回っているようなイメージ。下腹部、ちょうど股関節のあたりから、肩のあたりまでが一緒に動くような感覚が非常に大切。まあ、ベルトと肩が一緒に回る感覚ですね。で、ここで差を作る感覚は非常に大切。重要ということになりますね。で、まあ、上のトップまでは割と捻転差を作るというよりは一緒に回る感じで、ここで差を作るという感じですね。そこからこのクラブヘッドが降りてくると、左肩を開かずにこのように降りてきて、まあ、上半身と下半身にこのぐらいの差ができて、そしてフォロースルーでターゲットに押し出すようにいくと、このようなスイング、そうするとダイナミックなスイングをすることができるということですね。まあ、とはいってもね、こんなに差を作っちゃうとね、もうこのぐらいねじれ差作っちゃう方いるんです。それではもうフェースは開いてしまう、振り遅れるということになるんで、ねじれ差を作るといってもそこまではできない。まあ、だから腹圧かけてね、そんなに差を作らないで少しリードできるぐらいでちょうど正面でボールを捉える、このぐらいがおすすめということになりますね。もうあまりにも捻転差作りすぎてですね、結局振り遅れてる方が非常に多い。特に女性の方はね、体幹に力が抜けてしまって振り遅れるというのが、まあ、非常に多いんですね。差としてはこのように2つの線分を作ると、ベルトの線分と肩の線分の違いは、まあ、このぐらい、ここで追い越す感じです。ここで差を若干足腰の差が先にリードし、ここら辺からもう切り返してきたら上半身なんです。ここで差を作りすぎないようにしてください。このぐらい差を作ってしまうともう振り遅れちゃう。このぐらいの差を作らない、このもうほんとね、少し差を作るぐらいで、あとは上半身が追い越すようなイメージもあっても構わないと僕は思います。そうじゃないとね、本当にクラブが右に飛んでしまって、ボールが右に飛んでしまって、ね、振り遅れてしまうという方がね、非常に多いということですから、非常にその腹圧、お腹に力を入れてですね、ただ体に力を抜いて体を回してしまうと、あのように振り遅れてしまうということが言います。まあ実際振ってる時にね、体を開いてスイングしているように見えるんですけれども、そこまで捻転差を作っているということではないということが、まあ、言えます。まあ、ポイントは上半身の下半身のジョイント部分である腹筋ですね。腹筋に力を入れることです。この辺りのところで力をしっかり入れていけば、そこまで差はできませんから、差ができすぎる人はもう腹圧、お腹の力が抜けているということが言えるということですね。ここは足腰と上半身の使い方、注意点ということになります。それでは動的なスイングまとめになります。なるべくこう体を固めないで打つというのがポイントになってきます。ですからボールを2個並べて歩きながら打つ、これが難しいですが、やってほしい練習、ドリルということ。で、動きを3つ叩く、このインパクトバックを3回叩く、これでリズム感と足腰の動きを覚えてください。体幹を揺らすようなイメージ。実際ボールを打つとき3回ワグロして打つと。ボールを叩くイメージ。こうインパクトバックを叩くイメージで、1、2、そして3回目で打つ。これで足腰の動的なスイングというのを覚えると。で、次はね、足をある程度使うという感覚。で、一対のように回って、ここで踏み込んで、ここで捻転差が作られるということ。いきなり捻転差作ろうとすると、このように上半身と下半身に力みが生まれてしまう。このようにゆるゆるにしておいて、足からテイクバックというかですね、全身を使って、このように軸が回って、切り返しから捻転差ができるような感覚が非常に大切なんですね。で、捻転差はね、やはり切り返しで多少作るんですけれども、で、作り方としてはね、そこまで深い捻転を作りすぎると、このように振り遅れてしまうということですね。で、これは腹圧が抜けているというのがポイントです。お腹に力を入れて、この線分のジョイント部分である腹筋に力を入れて下半身リードすると、大体
捻転差というのはね、このぐらいしかないんです。で、ここの切り返しぐらい、ここら辺からはもう上半身が徐々に追い越していくような感覚、これの方が、体的には楽ですね。あまり差を作りすぎてしまうと、どうしてもこの後に振り遅れてしまうと、この差の作りすぎをには要注意をしてください。腹圧をかける、ここがポイントになります。お腹に力を入れるんですね。動的なスイング、体をある程度リラックスさせてスイングする、こんな感覚で練習すると飛距離、伸びるのでやってみてください。札幌のゴルフスクール体ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると常に最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。